どうも佐藤さんです。佐藤さんもう一杯の第97回でございます。よろしくお願いします。はい、えー、8月の14日に、えー、加瀬あすさんとグリムな朗読をやります。はい、えー、チケットの販売やあ他のキャストさんの件など。 決定次第、えー、セカンドラインのツイッターにて発表されますのでお楽しみにうご期待私も楽しみ、えー、楽天 TV 声優チャンネルにて月1回佐藤さんもう1件配信しております、えー、5月はあお誕生日メッセージに関するメールをご紹介してで6月今月はですねあなたのジンクス験担ぎということでね、えー、募集をさせていただいております。はい ジンクス、まあ、人によってありますよね。靴下右から履くとかさ、なんか。うん、まあ、ルーティーンみたいなもんですよ。きっと。うんうん、という感じです。じゃあ、あ今日も。アマハガン、いきたいと思います。これね。よし、気に入っちゃったから。アマハガン。今ね、アマハガン水割り状態です。アマハガン水割り。乾杯。 うまいんだなとってもそして今日もですね、えー、滋賀の友ということでこちらすっごいよ赤いでしょこれ、えー、こちらですね赤こんにゃくオーの特産品えー、なんと織田信長の派手好きが麹で作られたとされる八幡こんにゃくは 近江職人が今に伝えた歴史に誇るひ品ですおお、ちょっと指してみようぶっすりこうさ今私の目にはなんかもうレバーとかそういうもつ系のなんか焼肉屋さんに行くとこういう感じの来ますよねレバーですとーんみたいな赤いねどんななんだろう初めてだいただきます こんにゃくだ。辛。くない。<laughs> なんだろう、なんかピリッときたな。あ、甘いんだ。でも唐辛子もちょっと入ってる。甘い。えーあれだな。あの。関東以北でいうところの。あの。 煮物甘い系の煮物に入ってる感じのうん風味ですねうーんなるほど確かにこれは目引くうんあと引くなるほどね初めましたね赤こんにゃくこれはそのまま食べるのがベターなのかしらねなんかこうアレンジしたりするのかな 見栄えがいいからなんかね別の料理にも応用聞きそうだねうーんうまい,いうまいうんおいしい前回さ食べ過ぎてさメール読むの終盤だった上にすげえ時間いっぱい喋っちゃったから踏まえて読むね えー、ヒップアタック強めさんから頂きましたもうインパクト強めよありがとうございます佐藤さんどうもどうも今日のお酒も美味しいですか美味しいですよ、えー、カラオケに行かなくなって早数年カラオケ行ってない何年行ってないかなもう4年ぐらい行ってないかもしれないな 4年…そうだね、5年行ってない、ね、なんか作品の打ち上げの3次会ぐらいで新宿のカラオケ行ったのが最後かなあ行ってないわえなんすか昔行きましたねイベント終わりにあ行ったあのそうそうそう,そう小川さんのうまいのに心がない歌を聴くっていうパートがあってそうあの、音は取れてんのよ ななんだけどね、心がないんだよね。<laughs> そうなの熱のこもらないね小川さんの歌を聴くっていうその時間があってあれだよねあのそれこそ「やれますで」であのコラボでコースター作ってもらったりとかした時期があってそうなんですよドリンクもあったよね。 そういういこともやってたんですよ加工あそうそんなこともやってた時の私の「佐藤拓也のやれます」っていう,う私初の一人ラジオがあったんですよ、えー。それの企画の時にですねあの音楽企画やってましてお歌の企画やってましてそれがねサブスクで聴けるようになったんですよ。 いやー1枚目の「セット・セール」なんか顔カッチカチじゃんなジャケットな緊張とやる気がごちゃ混ぜになったああいう感じよなんかねそう自分の CD が、えー、出させてもらえるっていうのはすごく嬉しかったしなんせ「あのセット・セール」に入ってるその「You Can Make It」っていう曲は皆さんからね歌詞を募集してフレーズを募集して作った歌なんでね うん今でも大事な歌ですようん学こから始まったもんね懐かしいないろいろ歌わせていただいておりますえー、ちょっメール戻りますね、えー、カラオケに行かなくなって早数年たまに家で大きな声出したいなと思う瞬間があります大人なので我慢しますかえらいなあひっぱたく強めさん、えー、もし出すとしたらどんなセリフ文字がいいか考えるのですが 一番大きな声ができる音ってどれなんでしょうか。やっぱりわーですか。教えてください。まあそうだね。これは僕の持論ですよ。何かその文献を読んで裏を取ったことはないんですけど、あの人が感動したときとか。 大きく心が揺さぶられた時に出る音って母音だと思うんですよねあいうえおあいうえおああい、えー、うええー、えおみたいな多分一番声帯っていうか体に負担がかかりづらいんだろうね うん、すごく動物的なんだと思うこの言語にしないで自分の感情を音でもって表すっていう行為、うん、そう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 何かこの言葉じゃなくて「好きと」とか「嫌い嬉しい」とかそういう文字じゃなくて自分の感情の発露を表する時のこの「ああ」とかいうのは。 うんまあおうちの中だとねやっぱり大人ですから <laughs> 遠慮して大きな声出せないと思うんだけれどもいいんじゃないあの枕とかさお布団でもってこうブン、うん、ってこうしてさ「みたいな。うん、佐藤が前回じゃあのブルーン 受かった時、それだった。やったーって。<laughs> そ,うそ,うそうそう、そううそそんな感じ。母音じゃねえじゃんね。やったって言ってんじゃねえかよ。<laughs> <laughs> 言いたい言葉でいいと思います。続きまして <laughs>、えりこさんからいただきましたありがとうございます。えー、初めてメールします。 佐藤さん沼に使って一年中ょの新参ものですこれからもよろしく、えー、5月22日の佐藤拓也38歳の誕生日会の昼の部に参加させていただきましたありがとうございます佐藤さんのイベントというものも初めてで緊張しましたが初めて見る実物の佐藤さんは言葉が合っているのか心配ですがすごく大人に見えました38歳だからね、えー、真面目で精一杯な佐藤拓也の姿最高でしたやった 初めての朗読劇も感動しかなくお誕生日様ゲームでは赤羽さんの無茶ぶりのおかげで佐藤さん伝統芸のあの吐息も聞け大満足あれかカエルの歌の話か <laughs> なあピー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 ,ピーあ,あれ何だったんだろうね、えー、登場直後のランウェイカップも本当に嬉しかったです何も分かりづらか,かったな、えー、すぐそこに佐藤さんが来た 塵になるる覚悟をししたた瞬間でした生きてるね、えー、例の課金エリアではあ過去のグッズ在庫分を販売してくれていて新参者はとっても嬉しかったですよかった遠慮なく課金させていただきましたああそうねあの桂浜水族館のおととちゃんツイッターでもありがとうございましたそうなんですよおととちゃん友情出演ということでね課金エリア遠慮なく買ってけということで強いよね。 強いけどなんかもう買うってなる感じがあるよね。あのカズラマ水族館に行った時の私がそうでした。もう買います何かみたいな。うん、そうそうそう。えー、今後もイベント楽しみにしています。欲を言えば日本海側にもイベントでお越しくださると嬉しいです。お体に気をつけて、三十八歳楽しくお過ごしください。ありがとうございます。そうだね、日本海側行こうね。うん、太平洋側が多めだ。どっちかというとね、もしかしたら。 日本海側行こう。行くよ。行く。行くさ。間違いなく行くよ。何県かはまだ約束できないけれども、行く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 。行かしてくれ。行くから。俺は行く気だよ。ねえ。うん。うん。行く。日本海側。この方は新潟県の方なんですけれどね。うん。新潟のさ、あの駅にさ。 もう駅の構内でさこうチャリンっつってこのおちょこでさ日本酒をこう試し飲みできるとこあるじゃんもうあそこでもう酔っ払っちゃうよねあそこで売ってるおにぎり好きなんですよこれぐらいのやつ大きいのそう僕の握り拳より大きいおにぎり売ってるんですけどあそこのおにぎりほんとうまいですよねうーんあー大好きみんなは 具は何が好きですかツナマヨとかかですか俺あのー、ずっと梅か鮭昆布とかだったんですけど子どもの頃からの僕のベスト3最近おかかなんですよねおかかかつお節おかかのこの醤油でこうバッとあえたやつ にちょっと山椒振るんすようまいよね最近さあのオートミールでもっておにぎり作っちゃうのお昼用のオートミールちょっとお水入れてチンしてそこにあれじゃんかパックかパックペッって全部1パック入れちゃう1パック入れちゃう1パック入れてめんつゆパーって振りかけてさ そこにあのこの、まあ、6ピーチーズでもいいんだけれどスライスチーズみたいなやつをこう細かくちぎってそれをこうあえて握って欲を言うとそこにごまとかあるといいよね最近の佐藤のランチです2通だったね <laughs> おかしいな巻いたのにな 巻いてねえのか。巻いてねえんだな。巻いてないんだって。<laughs> おかしいな。なんでそんな時間を食ったんだ。まあ、みんなの、みんなのメールが。佐藤のこの。おしゃべりスイッチをポチってしたってことで。ご容赦ください。<laughs> お願いします。はい。というわけで。本日はここまで、この後。もう一軒。 喋ります。酔っ払ってます。よろしくどうぞ。